手作り料理の中にローション入ってても気づかない説。どうも、めいちゃんのもちです。なぜ今回このドッキリをやろうかと思った経緯といたしまして、のせって結構さまざまなその聞きなんたら系とか、まあ、料理系の企画においてバカ舌っていうことが結構判明されてるんですよ。それでね、まあ、今回、まあのせ、まあ、ほぼのせに向けてなんですけど、バカ舌だからローション入ってんの分かんないんじゃねっていうことを検証していきたいなと思って、僕は今回この企画を持ってきました。まあ、今回ドッキリをやる上で、まあ、ちょっと協力者が欲しいということで、まあ、ここの部屋自体、まあ、家主である、まあ、春樹くんに協力を得て、まあ、この企画を、まあ、やっていこうかなと思います。まあ、偽企画として隠し味当て大会というものをやっていくつもりなんですけど、そういう企画をやってって検証兼ドッキリをやっていきたいと思います。まあ、言っちゃえば例はちょっとおまけです。ということで、今回は手作り料理にローションが入ってても気づかない説をやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、隠し味当て大会。よーい。どうも、メイシのモチと、はい、のせと、はい、まあ適当、半分以上が愛よ。隠し味っていうものは、まあ、料理にね、例えばなんかアクセントをつけるものというか、はい、まあ、カレーにチョコみたいなもんですよ、ね、まあまあそんな感じよね、言っちゃえば、はい、隠し味って、はい、味わかんないんじゃねっていう。確かに、ね、わかんない、はい、わかんないです。そこだけ当てろって言われたらわかんないです。わかんないよな。はい、よいしょ。そうなんですけど、はい、まあ、そこをね、皆さんに当ててもらいたい。俺はわかんないのに、わかんないからこそ味覚を鍛えていただきたい。あー、未来をね。未来で、今回僕はカレーのルーだけを、はい、まあ、全部で大体5問ぐらい持ってきました。ブーやめますか、これ。まあ、5問持ってきました。はい、なので、それを、その隠し味を皆さんに当ててもらいたいと思います。やばいよね、はい、普通にモッチの料理ってだけでちょっと嫌なんで。レトルトカレーです。ということで、今回は隠し味当て大会をやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、これ壊れてます。締め付けられてる。じゃあ目をつぶってください。はい、それで全然いいです、別に。第1問。はい、はい、まず1問目はチョコを入れていきたいと思います。今わかる気がするんだよね、めっちゃとんかつ食ったから。うわうわ、なんだこれ。あー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 、熱い熱い、わかんない、全然ぬるい。目を開けてください。あ、いいんだ。え、これはこれは普通のカレーです。ああ、そういうことか。まぶしいよ。いや、これはもう一択でしょ。え、自信あるよ俺。じゃあ、レイから。バター。えバターでしょ。まじ、自分のせいか。はい、ブルーベリー。え、なんか変な上っていうのがありました。なんでブルーベリー。これでしかない。チョコ。チョコ、うん、確定ですよ、これは。え、わかった。チョコなんてしたもん。いいですか。はい、はい、正解はチョコです。マジか。逆にこれ外すやつの。そう、これはマジで取って当たり前だと思う。じゃあもう一回食いたいよ。え、そっちもう一回食いたい。気が知れない、これ外すやつの。食わせんな。チョコだ。うわ、言われると。うわ、チョコだ。言われると。うわ、めっちゃチョコだ。言われると。いや、匂いするもん、カカオの。第2問。はい、はい、2問目がこのヨーグルトを入れていきたいと思います。うわ、やだわ、ちょっと。何、もう、え、なになになに、食べた？食ってない。あぁ、あぁ、えぇ、ー、ねやだ、それ聞いたぞ。口、口、はい、わかりました。マジ、そんな簡単。あぁ、余裕、わかるわ、余裕、これは。はい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 、はい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 、全員自信あんじゃん。余裕だと思ってる。マジです。せーのでいく。うん、行こうぜ。行きますか。せーの、ヨーグルト。え、ヨーグルトです。え、自信ある。いや、別にそんな自信ありますってなかったけど、別にこれ以外考えられないみたいな。いや、乳製品ヨーグルトですよね。いや、俺はやばい、これじゃなかったらやばい。マジか。なんか酸味みたいなのがあったよね、ヨーグルト、うん、マジか。てか、ヨーグルトだった。うん、ヨーグルト味のカレー。ちきったかもしれない、俺が食う量を。あー、そういうことね。正解はヨーグルト。いやいやあ、今今今よしよしよし。まあ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 、ぬんぬん、ちょっとね、入れすぎた、多分ヨーグルト。これはカレーを逆に隠し味ぐらいだとしたら、色絶対グロいじゃん。うわー、やばい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 。まあ、半分ないぐらい。
なんかあれみたいだね。カレー食った人のギョルの遺産やん。酸っぱ、目が作ったんだよ。間違いない。ということで3問目、こいつローションを隠し味として当ててくれるのかっていうのを、まあ、検証していきたいと思います。入れます。いやー、これかな。これは隠し味程度なんじゃない、さすがに量的に。はい、3問目こちらです。おお。3問目で、まず歯抜きからいきましょうか、はい、順番通り。はい、あで、にゃうに、になにです、になにです。いやー、いっぱい食った方がいいのかな。さっきいっぱい食わないと分かんない感じだったしな。もうそれはもう本当に入ってるものが違くなってくる事件だからな。間違いない。でも頑張りたいな。はい、はるきいきます。うわー、やだ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 うわー、すすった。すするなんだこいつえ、もういいですか、のせ。はい、すぐ行っちゃって。お、いい問題か。はい。おい、いきます。いやだー、怖い怖い怖い。口開けろ口開けろ。いきます。はい。臭い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 って何。へ、臭い臭い臭い。いや、なんかもう臭いわ。俺のへ。いや、ちぎる。え、わかんない。俺わかった。マジ味はわかんない。わかんねえか。どっちだよ。特徴はつかんでる。いやでも、いや、そんなことはないか。いやー、そんなことある可能性はあるよ。うまくね、猫。そうなんよ、うまこいつが、こいつはちなみに言っとくと結構サイコパスではあるサイコパスっていうの。行きましょうか。はい、はい、カレーパリコ、のせから。はい、納豆。はい、納豆。あー、同じ。めちゃめちゃハモる。納豆。いや、そんなネバネバしてた。してた。マジ民調、なんかね、俺こぼれたのちょっとそれが、ビヨーンってめちゃくちゃしたんだけど。マジか。そう、俺それ感じなかったな。なんか納豆っぽさあったね。これ醤油です。あー、なんかシンプル濃かったっていうか、その確かに確かに純粋に塩分が強化されてる感じがして、うん、塩かなって思ったんだけど、まあ醤油かなっていう。なるほどね。いいですか、正解発表。はい、はい、じゃあ今回ちょっと商品あるんで。お、あ、入れたものがあってこと。そう、バンって出すんで、はいはいはい、目つぶ、あ、目つぶっててもらった方がいいかな、うん、それとも開けて、もう開けててバンって出して。いいんじゃない。 OK っす。今回の答えは、はい、こちらです。おーい、こいつマジでイカれてる。俺の予想を上回った。だって納豆でサイコパスって言ってた。そう、豆がないんよ。検証結果、バカ舌はローションがわからない。